ブンブン、ハロー YouTube、どうもサルです。今回はスマホ向けの順番の中でも特に人気の高い DJI のオスモモバイルシリーズの最新モデル、オスモモバイル3の販売がスタートしましたのでご紹介したいと思います。そもそもジンバルとは何かというと、本来はカメラなどを固定することによって手ブレを抑えるという製品です。スタビライザーと呼ばれることもありますが、最近はどちらかというとジンバルという風に呼ばれています。本格的なものですと一眼レフカメラを固定できるようなものもありますが、最近はスマホを固定するタイプのものが人気で、今回ご紹介するオスモモバイル3はその中でも特に人気の高いオスモモバイルシリーズの最新モデルになります。発売はすでに始まっており、価格については現在の Amazon での販売価格で 13,500 円と、特にこのクラスの製品の中では価格が温めやすいのが特徴です。昨年発売されたオスモモバイル2との大きな違いとしては、収納時に本体を折りたたんでコンパクトにして収納できるようになりました。さらに重さ自体も軽くなっており、片手で持って操作するにも使いやすいようになっています。具体的にはオスモモバイル2が 485g だったのが、最新モデルのオスモモバイル3では 405g と約 80g 軽量化されています。使い方としては、このオスモモバイル3にスマホをセットして使うことになります。対応しているスマートフォンの重さとしては、170g から 230g となっていますので、基本的にほとんどのスマホをセットして使えるようになっています。このオスモモバイル自体にもバッテリーを搭載しており、バッテリー容量としては 2450mAh になります。この容量で実際どれくらい使えるかということですが、最大駆動時間が約15時間ですので、基本的に1回の充電で1日分は十分使える容量となっています。その他嬉しいポイントとしては、充電用の端子がタイプ C になっています。まだまだこういったジンバル、充電用の端子がマイクロ B 端子のままということもありますが、そもそも最近はスマホ自体がタイプ C の端子を搭載していますので、同じケーブルが使えるタイプ C になっていると、ケーブルを何本も持ち歩く必要がなく使いやすいかと思います。すでにこの最新モデルは Amazon でも販売がスタートしています。この動画の概要欄には販売ページのリンクが貼ってきますので、最新の在庫状況が気になる方、そして実際に購入された方の口コミも見ることができますので、興味ある方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。